けど、いつもとまるで違う。まさかまたこの掛け合いか？トーマー、トーマー、おーい、出てこいよ。もう分かってんだぞ。おい、何も返事がない。トーマのやつどこ行ったんだ？あれ、いつもはおとなしいはずのタロー丸が今日はやけに騒がしいな。お二方、トーマは見かけなかったでしょうか？え、トーマはお前と一緒にいるのかと思ってたぞ。何かあったのか？まずいですね。ここに来る途中、トーマが天領奉行の者に捕まったと聞きました。その情報が正しいものか確認できず、急いでここへ来たのですが、トーマが約束の時間に現れていないことを考えると、噂は本当だったのかもしれません。将軍様は千手百目神像の前で100個目の神の目のめがり儀式を行うつもりです。そしてその100個目の神の目の持ち主、つまり公の前で目を狩られる対象となるのは、おそらくトーマです。もしかしてトーマが言ってた天領奉行が準備してる儀式って、あいつのために準備された女神儀式だったのか？おそらくそうでしょう。将軍様と天領奉行の者は100個目の神の目のめがり儀式を行い、めがり霊の段階的成果を証明したいのでしょう。いけません。早く助けに向かわなければ。そうだぞ。お前が直接言ったらシャ奉行がライデン将軍の敵になっちまうだろう。公の前でライデン将軍に抗えば、シャ奉行にいる普通の人も巻き添えになる。それも仕方のないことです。儀式がもう始まります。時間はありません。トーマをこのまま見捨てるわけには。彼は私の友人なのです。少し前までは皆さん一緒にいたのに。しかしはい、あなた方のご無事を祈っています。安心しろ、綾香。友達の命に関わることだ。オイラたちは絶対に失敗しない。神の目がなくとも元素力を扱える。あなたは例外。例外、それは永遠の敵。肩を心臓へとはめ込みましょう。あなたは永遠から最もかけ離れたもの、とても興味深い。キックしましょう。遅い。両豆たっ消えるんだ。空人はっいて剣を入れよ。あなたは本気で対峙すべき敵だ。熱々でしょ、うん、来光に永遠の土を照らすと。我が命を聞きたまえ。おとなしく捕まれ。はっいけ頼むよこれアンバールオパー火をへい。食材が襲ってくるの。よくも牽引全票終わりだ。風神風と共に去れ。不安定な要素は取り除く必要がある。あなたを永遠の礎にしたい。遅い。隠れる術はありません。風神万来をもって葬り去りました。ライデンの意向に立ち向かえるとは称賛に値します。彼をメガリレーの対象に。次は必ずや人たちよ。こで泊まるんだ。忘れたのか？俺にとって木漏れ茶屋はこの辺りで最も安全な場所なんだ。だけどもう当分ここを出られそうにない。後のことは君たちに任せるよ。タタラスナに行って抵抗軍を探すんだ。俺の考えが正しければ幕府軍はすぐにお尋ね者のお触れを出すだろう。そうなれば俺たちをかくまってくれる勢力はそういない。しかし抵抗軍は例外だ。そういえば綾香が言ってたな。確か三五宮によって設立された反メガリレーの組織だろう。そうだ。渡積島の荒人神の巫女三五宮ここみによって組織された。今はその部下の五郎によって率いられ幕府軍と交戦を繰り広げている。だが我々シャブ業は抵抗軍と密な関係を持っているわけじゃない。互いに信用していないからな。しかし君たちは違う。俺から見れば抵抗軍が君たちを断る理由なんてない。唯一不安なのはここしばらく抵抗軍の具体的な位置が分かってないってことだ。行く途中でそれを探る必要がある。その間幕府軍の領地も越えることになるだろうから気をつけてほしい。安心してくれ。隠れるのは得意なんだ。そうやすやすと見つからないさ。これ以上グズグズしてると天領奉行の人が追いついてくる。オイラたちも早く出発しよう。聞いたか？お尋ね者の一覧に新しく2人追加されたらしい。しかも上からは積極的に探せとのご命令だ。うちの主力が全員前線で戦ってる今、どうやって積極的に探すってんだ？次見回りに行く時少し気にかけておくことしかできないだろう。前線の状況はどうなったんだろうか。前に聞いた話では俺たちの軍によって抵抗軍が無双人狭間の北西側まで追いやられたと聞いた。本当かどうかはわからないがな。偽の情報だろう。無双人狭間は抵抗軍の後方にある。俺たちが優勢を保ってるとはいえあいつらはそれほどやわじゃないだろう。まあ俺たち見回りには関係ないさ。自分たちの仕事を全うするだけでいい。そうだな。さあ仕事の続きだ。無双人狭間の北西側、抵抗軍の後方にあるのか。でも念のためもう少し情報を仕入れよう。奇遇だな。お前も逃げてきたのか。ああ、あんたはどこに行くんだ。まずはひぎ村に行ってみる。よくない噂があるみたいだが戦場で過ごすよりはマシだ。お前はもともと名槌の浜でしばらく休憩していたんだが、あそこはもうめちゃくちゃだ。近頃抵抗軍の旗色が悪いらしい。前線の戦力が低いせいで幕府軍との間で苦戦を強いられているそうだ。最初戦線はもっと前方にあったみたいだが、抵抗軍の2度にわたる交代で名槌の浜まで来てしまった。さっきそこから逃げてきたばかりなんだ。あそこは危険すぎる。敵軍は誰かで構わず人を見つければ武器を構える。怖くなって荷物すら捨ててここに逃げてきたんだ。もう少し逃げないといけないかもな。形勢は今も変わりつつある。できるだけ遠くに行った方がいい。俺もそう思う。よかったら一緒に行かないか？助け合えるかもしれない。ナズチの浜、あいつらが言うには抵抗軍と幕府軍は今もそこで交戦してるみたいだな。行ってみようぜ。死ぬかと思ったよ。助けてくれてありがとう。僕は抵抗軍車庫小隊隊員鉄平だ。最近前線に配置されたばかりで、やっと手柄を立てられると思ってたのに、まさかこんなところでつまずくなんて、情けないところを見せてしまった。それよりも君たちの格好、抵抗軍には見えないな。新しく抵抗軍に加入しに来たのか？よかった。ちょうど何日か前に五郎様が人手不足について話してたんだ。助かったよ。僕が抵抗軍の軍営に連れて行ってあげるよ。でもその前に、まずは抵抗軍の現状を話しておこう。君たちも見ての通り、僕たち抵抗軍は戦場で劣勢を強いられている。幕府軍は永遠という目標を掲げ、天領奉行の大将九条沙羅が率いている。実力は計り知れない。それに引き換えこちらは、メガリレーのせいでただでさえ神の目を持つ者が少ないんだ。今こうしてなんとか保っているのは、三五宮様が立てた数々の妙計奇策、それと五郎様と抵抗軍兵士たちによる奮闘のおかげさ。はあ、僕にも神の目があればどんなに良かったことか。神の目さえあれば三五宮様と五郎様の力になれる。それに戦場でも手柄を立てられただろう。そうだ、さっき君が元素力を使うのを見たけど、神の目を持ってるのか？こいつは特別なんだ。神の目を使わなくても元素力が使える。本当か？すごいじゃないか。それってメガリレーは君にとって全く影響がないってことだろ？頼む、一緒に五郎様のところに来てくれ。きっと歓迎してくれる。これで僕も少しは役に立てたかな。本当は君みたいに軽々と幕府武士を倒し、己の剣で手柄を立てたかったけど早速出発しよう。というわけです、五郎様。僕が幕府武士に囲まれていたところ、この二人が助けてくれました。それにこの人は神の目を使わなくとも元素力が使えてとても強い。どうかこの二人を抵抗軍に加入させてください。うん、お前たちも聞いたように、抵抗軍の目的は幕府軍を倒しメガリレーを廃止することだ。決して楽な仕事じゃない。戦場に踏み入れた者は誰であろうと犠牲になる可能性がある。軍に入りたいと思う理由を言ってみろ。戦う意志のない者を抵抗軍に入れるわけにはいかない。きちんと自分の考えを持っている方がこっちも助かる。100個目の神の目を奪うメガリ儀式のことか。稲妻城で起きたことだが、こっちの耳にも入ってきている。儀式に邪魔が入ったらしい。妙だな、あの雷電将軍が直々に出向いたというのに、どうしていきなりそのことを。何か情報でもあるのか。は？それに雷電将軍とも一戦交えたんだ。100個目の神の目の所有者も救出したぞ。今のオイラたちは幕府軍に追われてて、だからここに来たんだ。そういえばつい最近幕府武士と戦った際に継承連を持っていたのを見たな。金髪の旅人と空を飛ぶ奇妙なペット。お前たちのことを言ってたのか。誰が空を飛ぶ奇妙なペットだ。しけしけ、事情は理解した。抵抗軍を代表して2人の加入を歓迎しよう。三五宮様は今抵抗軍の拠点にいない。どこに行ったかは俺たちにもわからない。だが三五宮様は出かける前、俺たちにいつも通りでいるよう申し付けた。まずは鉄平から抵抗軍の周辺環境について聞いてくれ。その後お前たちにも前線の支援をしてもらう。いいか。こちらも問題ありません。僕は昔広報勤務だったんだ。だからこの辺の紹介は僕にとって朝飯前さ。きっと君たちに抵抗軍の熱意を感じ取ってもらえると思う。まずは負傷兵営に行こう。あそこには僕の友達がいる。もし新しい隊員が来たら彼らにも会わせるって約束したんだ。一回顔を合わせれば一緒に戦場に立てる仲間になれるさ。雷が鳴ってる時は木から離れこの人が新しい隊員か。見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ。待て待て、新入りにいきなり勝負を挑むやつがいるか。それにその傷治るには半月かかるだろう。てっぺい、この人はお前が連れてきたのか。お前は前線でうまくやれてるか。ふん、確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけど、それでも僕は自分のできることを最大限こなした。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞ。おいおい、あるじゃねえかお前。いつの間にそんなできるようになったんだ。この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだ。それに100個目の神の目のめがり儀式も阻止したんだぞ。雷電将軍ですら何もできなかったみたいだ。すごいなお前ら。だが他のはまだ信じられるが、雷電将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか。無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろまあともかく最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。傷を早く治して前線に戻らないと。そんな覚悟じゃ生ぬるい。俺は今も傷を負ったまま訓練してる。昨日は傷口が開いてしまったが、傷薬を探してこようか。この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ。なんか変な気もするな。普通にググプラムでいいんじゃないか。まあお前たちの判断に任せるが。じゃあ新入りに決めてもらおう。僕はここで少し準備しとくよ。奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないかな。それを使って僕が薬にするから。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれない。お疲れ。どの薬にするか決めた？よし、君たちなら信じてくれると思ってたよ。必ずしも効果の保証はできないけど、もし効果があればみんなも早く回復できる。材料を僕に渡してくれ。薬を作る面倒な作業は僕がやるよ。ってあれ、痛くなくなった。ピリピリする。どうやら効果あったようだな。やるじゃねえかてっぺん。俺の傷が癒えたら一緒に勝負しようぜ。どうしてお前はいつも人に勝負を仕掛けようとするんだ。だが今回は確かに鉄平のおかげだ。薬を塗った瞬間塩を塗り込んだように痛かったが、その後はひんやりとして傷が徐々に癒えていくのを感じる。すぐに治るかはまだわからないが、新入り鉄平、傷を手当てしてくれてありがとう。負傷兵から出たら酒をおごってやる。役に立てて嬉しいよ。じゃあ僕は新入りを連れて他の場所を案内してくるから、君たちは傷の治療に専念してて。訓練にいるやつらとも勝負してこいよ。お前は早く休め。訓練営か。あそこは今射撃訓練をしてるみたいだから覗いてみよう。また当たらなかった。くそー。さっき数えたけど10本打って1本しか中心に当たらなかったのか。1本しか的に当たらなかった。嘘だろ。まあここ何日かの状況から見て、弓矢の技術を上げるためには単純な反復訓練じゃ足りないのは確かだ。弓を引き、狙いを定め、矢を射る、簡単なことだと思ってたけど、まさかこんなに難しかったとはな。考えが甘かったか。この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度教官が来た時に教えてもらうしかないだろう。でも今は前線の状況が厳しくて、実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。ああ、このままやっても本当に立派な抵抗軍の兵士になれるんだろうか。その悩みしかと聞いたぞ、鉄平先輩。ああ、今回来たのは君たちの悩みを解消する新入りを紹介するためだ。この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒したんだぞ。しかも勇敢にめがり儀式を阻止し、雷電将軍の手から生き延びた。本当ですか？その弓術を教えていただけないでしょうか。あまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。以前は他の訓練が忙しく、弓術のコツを覚える余裕がなくて。お願いします。はい、しかと拝見させていただきます。僕の言う通りすごかっただろう。確かに、どうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力を続ければきっと強くなれると思います。実は戦争が始まる前、自分は渡積島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の生活を送っていましたが、メガリレーが敷かれてから全てが変わりました。幕府軍のやり方は納得できません。その思いを一心に抵抗軍に入りました。どうやらまだまだ進むべき道は長いみたいですが、神の目がなく戦いの才能もない我々は本当に皆さんのように戦場で活躍できるのでしょうか。今はこんなこと考えてても仕方ありません。助けていただきありがとうございます。では練習の続きを行ってまいります。そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。安心して訓練するといい。さあ他の場所に行こう。どこに行こうか。大変だ、幕府軍の奇襲だ。軍営には負傷兵がたくさんいる。幕府軍に入られるわけにはいかない。お前たちも来てくれ。共に幕府軍を追い払うぞ。そんなバカな、ここには攻め込めないはずだ。僕たちも行ってみよう。手柄を立てる機会かもしれない。モノどもするぞ。共に去れ。やっと片付いた。でもなんでここに幕府軍の人間が？拠点の周りには見回りの抵抗軍兵士がたくさんいる。幕府軍がここまでたどり着くことなんてできないはず。まさか内通者が幕府軍と通じ僕たちの情報を売って拠点に入らせた。そう考えれば筋が通る。内通者を捕まえて拠点を守る、手柄を立てる最高の機会じゃないか。何を考えてるんだ。さっき拠点の周りを調査したところ、拠点近くにある壁が崩壊してた。幕府軍はきっとそれを利用したんだろう。近くの崖から登り、穴の開いた壁から拠点へ攻め込んだんだ。壁を直して近くに見張りを手配すれば、このようなことが起きることはもうないだろう。そうか、分かった。近くに木材と縄があるから僕たちが直すよ。勝負と行こうじゃないか、新入り。こう見えても後方勤務には自信があるんだ。先輩の頼もしいところを見せてやるぜ。これで問題ないはずだ。幕府軍のやつら、翼が生えて飛べるようになったとしても侵入できると思うなよ。これで僕も抵抗軍に少しは貢献できたかな。でもなんで後方勤務ばっかりなんだよ。せっかく前線に移動になって人生の軌道に乗ったと思ったのに、昔と同じ生活に戻ってるじゃないか。なんかお前妙に前線にこだわってるな。五郎様が言うように、僕たちは皆戦う意志があって抵抗軍に加入したんだ。貢献する方法はいろいろあるけど、できることならこの手で幕府武士を倒したいだろう。そうだ、もう軍営周りは終わったから、これから五郎様のところに行こう。うまくいけば前線の作戦任務を引き受けることができるかもしれない。五郎様はいないのか？少し状況が変わった。五郎様は今前線で兵を率いて出向いている。少し前に前線にいきなり幕府軍の増援が現れたんだ。それも九条沙羅直々に隊を率いている。それに引き換えこっちは三五宮様はもう何日も顔を出してない上に、残してくれた虎の巻の中身もそろそろ底を尽きる。非常に不利な状況だ。このまま撤退すれば我々の士気に壊滅的な打撃を与える。今は五郎様が形勢を挽回してくれることを祈るしかない。この戦いはおそらく厳しいものとなるだろう。僕たちも前線に行こう。戦う力がある以上、ここで黙って見てるわけにはいかない。幕府軍にタタラスナを通過させてなるものか。お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰を受けてもらおう。俺は三五宮様を信じてる。俺たち抵抗軍の兵士たちを信じてる。メガリレーは正しい道なんかじゃない。俺たちは抵抗をやめない。いいだろう。それとお前たちも最新の検証例を見ただろう。あの金髪の旅人、今お前たちのところにいるはずだ。そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために増援を。彼は将軍様にとって重要な存在なんだ。抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼はもう抵抗軍に入り、俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが三五宮様がはるか前に決めた規則だ。五郎様、てっぺえ、それにお前もどうしてきたんだ。わかった、共に戦おう。また会ったな。今回は見逃してやらんぞ。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。今回の人前秘舞、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ。人前秘舞、なんだそれ。戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、1名ずつで対決を行っていくことだ。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。このまま全員で戦いを始めても構わない。どうするんだ旅人、お前が決めてくれ。永遠の脅威となる全ての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ、向こうにいるやつも強いぞ。頑張れ。限界よ、旅人持ちこたえろ。敗北を喫してか。見ろ、こっちが2戦連続で勝ったぞ。幕府軍は無敵なんかじゃない。俺たちが必ず勝つ。どんどん上がってる。俺の戦う率があいつらに影響を与えてるんだ。さすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。兵士たちよ、かかれ。浄土を開港せしは永遠なる鳴神なり。どうやら戦いは避けられないようだな。迎え撃っと皆の者、俺に続け。お待たせしました。私の副兵たち、今がその時です。軍師殿はまことに我慢強いでござるな。傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。あっ、ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ、抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後、何かお考えは？でしたら、三五宮へ行ってみてはどうでしょう。幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行と雷電将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。三五宮へ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか。僕も行っていいかな。渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。五郎、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力はもとより幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間、きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。和葉さんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ、三五宮様。私はもう一つ用事が残っています。先に三五宮へ戻らなくては。準備が終わったら鉄平のところに行ってください。彼があなたを三五宮へと連れて行ってくれるでしょう。これまでの貢献感謝いたします。これからは共に戦いましょう。稲妻の未来のために。